神宮寺さんがやったか藤宮さんがやったか、または源さんが二刀流で殺したかったですね。そうですね、二刀流。クロメイ、緑黄緑ね、シュ黄緑茶色ピンク水色黄緑。はい、宇宙警察が何がかったんですか。宇宙警察か。いやちょっとさっきクルー負けたんで頑張りましょうよ。サボタージが来る前にも宇宙警察からの関東入れに来ました。完成付けに超レイカー頑張りましょう。頑張りましょう。結構下多かったか今。めっちゃ多かった。下アドミに結構いましたね。なるほどね。メットベイ勢が、メットベイ勢が左勢1人でした。剣詰め師1人です。いやなんかそうあれがなんなかったんで、妨害がなんなかったんで、なんでかなっていう。メイヤさんがボタンで、メイヤさんが自分で押してたから、メイヤさんがだからサボタージが、いや違う、俺はなんなかったから押したんですよ。なるほどな。なんかあもう初手で O2 リアクター鳴らすと人が寄っちゃうから、多分逆に回避できるしにくいのかなと思って。最近メイヤさんって今タスクされました？一個したよ。僕メイヤさん白決めします。ありがてえ。はい、メイヤさんインポスだったらなんか鳴らしそうだけどな、なんかこの時間だったら。うん、ちなみにゴミ捨てです、メイヤさん。そう、あじゃあ違う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 、俺あれよ、あの葉っぱ入れ、葉っぱだと思うよ。葉っぱか、ゴム、はい、葉っぱ。あのね、右側のタスク俺捨てなかったんで、パッパッパッパってやって、あ、違う、ゴミ捨てかな。オーツー、どっちも葉っぱ絡んでるから忘れちゃった。あのね、あ、ごめんなさいごめんなさい。オーツーにサントスメイヤが先行ったんですよ。で、はい、は葉っぱを私がやって戻るまでね、カフェに入りたぐらいでもうメイヤさん押してるんで、あのやけに早いなって感じです。ただあのブインの方だったら、まああっちの方が早いからって意味でタスク聞きました。すいません。あ、ごめん、思い出した。ゴミっす。ゴミの方ですか。あ、オッケー。ゴミっす。はい。組屋さん白決めします。いや、じゃあ俺もセンター白決めちゃう。 O2 まで行ってボタン押しだったらサボタージュ鳴らしそうやかな。インポスだったら、うん、違ったら抜け出します。早いな。はい、緑だったっけ。普段の色と違う人結構いるから、緑、黄緑、黄色、茶、緑、黄緑、黄色、茶、ここは中段、ピンク、イエーン、やば。あ、マジで。アドミンのとの字で旗坂さんなんですが、はい、はい、停電直前にアドミンの中に源さんがいるのを確認しているので、源さんの話を聞きたいです。源は停電直しに行ってます。で、高速の人たちが何人かいるのを源視認してるんですけど。すいません、もう一回との字でしたっけ？との字の、ま、あのストレージのすぐ上です。で、先端さんも停電前にアドミンの方に向かっていくのを確認してるので、おそらくダブルキルかなと。だとしたら、停電になった時、エレクトリカルの奥にアルマさんとサントスがいて、サントスの方が近かったんで、エレクトリカル最速で直したんで、サントスはアルマ無理かなと。ゲンはメイヤさんと一緒にエレクトリカルの方に向かったと思うんですけど、メイヤして、こっちも見てるんで、はい、停電になる直前まで先端さんとゲンさんがアドミンにいました。はい、で、僕は左下に、逆によかったね。直しに行きました。で、ストレージでアドミンの方に行く
畑迫さんと僕すれ違ってる。ああ、いや、いいのか。いいね、いいね。そうだそう。なんでこの人戻るんだろうと思ったら、畑迫さんでレポートが起きたから。現、はい、でニキルトもやってるみたいなニュアンスじゃないですか、そしたら。いや、現は、現は、しかったな。現が2人殺したみたいになってる。中断してしまった。ニキルに関わってるから。だったら、絶対。だったらなおさら僕ともうサントさん隠しるで置いてほしいです。じゃあ私目線藤宮さんが最低1キルしてないとおかしいです。まあそうですね。やっと藤宮さんとナイトメアさんの話なんでこの不思議。ナイトメアさんは神宮寺ぽっかり浮いてます。初手右行ってそのままナビゲーションで終わってます。ナイトメアが三島さんと入れ違いでエレクトリカルを出てロアエンジンに行ってタスクをやりました。その時に停電が鳴って、僕は右側リアクター側にタスクがあったのでカメラを見ようと思ってカメラについたタイミングぐらいで停電が明けてレポートが鳴りました、ね、でかつその後ろに誰かがついてきたようにします。検査入れます。えもう私そもそも2キルできないですし、2キルできないわ、反論になってない。待って、ナイトメアさんが正違ったのね、サントスさんじゃなくて僕ですね、アルマです。アルマさんで、はい、見てます、左に来てるの見てます。ケンツメシもリアクターでタスクしてからセキュリティでいいんじゃない。初手2キルはもうローラーよ。さんとジングリさん、サンドラで終わりじゃないですか。多分、ジングリさん、いけるね。事故だね。ちょっとごめんなさい、スピーカーを見しますね。今の説明しておくと、ゲンさんの配線タスクが長かったので、それもあって、ここで死んでたら、停電中なので、こう、死体発見がね、遅れる可能性があったので、中断して、停電に向かいましたね。やっぱ、タスクやってて、サボタージュになったら、中断して、人通りが多い方向に行くのは、いいですね。はい。はい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 、ケアで僕から釣りでもいいですが、うん、まあ一応本当の疑いは誰なの。え、神宮寺さんしか、まあ僕は浮いてるっていうだけですね。あ、ケンツミスさんってケンツミスさんが僕の後ろを停電中にセキュリティに向かって、はい、僕の後ろをつけてきたと自分で証言してました。ロラしまくれ。カフェアッパーでリアクター行って、うん、そこからですね、停電中だったので正解あります。ちょっと今ミュートしてた。セキュリティ見ようと思ったら、ナイトミヤさんがロアの方から下からこう上がってきてるのを見てるんで、うん、なるほどなるほど。じゃあ、はい、今回は神宮寺がやったか神宮寺さんがやったか藤宮さんがやったかまたは源さんが二刀流で殺したかったですね。そうですね。二刀流で。まあ。アドミの方で。WQ が起きたっていう考え方ですね。これ一回藤宮さん挟みたいです、ね、確実にアドミンで、うん、めちゃめちゃ浮いてるのよ。でも正直源さんで落ちてると思うから、もう神宮寺さん入れても。あ、なんかそう、私もなんか隠しの作れて源さんで釣られたと思ったから、なんか釣らない選択肢も一応あるかなって。いや、あのローラーもローラーであると思いますけど、まあそれも、まあ、源さん行きましょう。神宮寺さん、源さんと藤宮さんと神宮寺さんの話で終わる。藤宮さんを源さんとのローラーという位置で釣る、に浮いている位置の神宮寺さんを釣る、源さんで釣れていると思い釣らずに7人で進行するの3択だと思うんですけど、源さんで確実に釣れてるっていう考えは僕目線証明できて、源さんで僕の後ろをついてきてるんだったら初殺さんも絶対すれ違ってるよね、うん、つまり源さんを開幕からライン切りするメリットがなさすぎる上に神宮寺さんも、うんうん、リポートするのは、まあ、もしかしたらでも、源さん頭に刀刺さっていうか、2人やれることも。あ、待って、ワンチャン、メイヤさんはできる。あ、そう、メイヤさんがあるから僕は藤宮さんを挟んだ方がいいのかな。僕だって源、そしたら源さんと一緒にいる。いや、でも神宮寺さんからは言えばよくないですか。容疑者は一応これなら。いや、メイヤさん確証だから、初日から。そこまで広がるなら、2しろ角で一路落ちてる前提で進めるのが一番。マジよくないの。お互い1になるんですか。俺かい。僕はゲンさんが二刀流でやった説を押しますけどね。藤宮さんローラするのが安定だと思ったけどな。ゲンさんごめんなさい。終わりそう。終わった。あれゲンさん素晴らしい。マジごめんなさい。いいね。ゲンさん嘘つき。ゲンさん嘘つき。二刀流で。あれ飛びも殺しました。飛び出す予定はなかったんですけど飛び出しも殺しました。飛び出す予定はなかったんですから飛び出しちゃって。これはもうなんかしょうがないです。お互い組みたい事故みたいな感じ。弁当が見えたんですよ。弁当が見えて、あ、誰か死ぬかもって思ってレポートしに行こうと思って戻ったんですよ。そしたら自分が死んだ。こういうことか。なんか発電所のセンターさんとゲンさんの目の前で
事故のように畑坂さんをやる羽目になってゲンさんが口封じでセンターさんやってもらったら即レポートみたいな状態レポート早かったのがねめっちゃ、ね、完全に私のせいですいませんいいいい私もできるタイミング選べないんですよいや申し訳ない今のはいや面白かった素晴らしいひょっこり飛び出しちゃった僕が2人殺したみたいになってましたもんねでも目やめてめちゃ30秒で2人殺したってじゃあアドミンで2人いるの絶対2人いるのにそこにゲンさんしかいなかったのに2人そこにいるいや僕あの右側で畑底さんに死にしてもらってよしよしと思ってあのキルしたら相手キルした相手が畑底さんだったっていうあの右2人だったから絶対殺されると思って逃げたんですよそれ浮いちゃったと思ってエレクトリカル修理組のどなたかに罪をなすれればと思って後ろの方の方を殺したが名屋さんを容疑者に行く契約だったんですけどいろいろ狂っちゃうないい試合いい試合の後にポンコツですいませんいやこれがあるから面白いやっちまった午前的にはめちゃくちゃ面白かったですけどやっちまったマジで、まあ、出ちゃったんですよポコンって出ちゃってハッと思ってすいません本当にゲンさんから自分が逃げるしたことになりませんっていう発言1キルは最低格なんだって、ね、そう刀刺さってるからね刀刺さってるから3刀流まであるこれやるんだったら俺がレポートしたぐらいがいいですよねもう間違いないです名屋さんになするとかしたらまだまだ、うん、いや名屋さんも名屋さんも確証なんでもうそう初日からあ確かに確かにそんな話してたもう完全に忘れてたですね忘れてた見切りした発言初めて聞いたかもしれない